藤原さんが選ぶ2023年ランニングシューズベスト10、10足選ぶならということで、そうワークアウトの種類によって、はい、少し分けてます。なるほど、はい、皆さんこんにちは。こんにちは、ラントリップ代表の大森です。はい、今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、します。今回は、まあ、いよいよ年末恒例コンテンツになってきてる、もう2023年終わりですか。ですね、はい、終わりということで、藤原さんが選ぶ2023年ランニングシューズベスト10ということで、ランキング形式ではないんですけど、うん、まあ、10足選ぶならということで選んでいただいていて、ちょっとね、あの多いので2つに分けてお送りしていきます。最初の5足ということで、ここからご紹介いただくという形になります。なります。待ちに待ってたっていう方も多いんじゃないかな。本当ですか。まあでもその通り買わないでもらいたいですけど、とても心苦しいんですよ。そうですね。まあ藤原さんのね、あくまで個人っていうことなんで、ご自身で、ね、まあ参考にはもちろんなると思うので、はい、はい。まあぜひ参考にしていただければ。そうですね。まずどっから行きますか。じゃあ一回僕舐めます。舐めましょうか。はい。一足目こちらです。他の、シエロロード。ロード。RD。はい。RD。はい。そして二足目こちらです。プーマの DB8 ニトロ2。はい。そして、3足目こちらアディダスのアディゼロボストン12、はい、そして4足目こちらです、アンダーアーマーの UA ベロシティ3ですね、うん、そして5足目がブルックスのハイペリオンですね、うん、ハイペリオン、はい、なんかね、ということで名前が長くなったり短くなったり忙しいですね。覚えるの大変なんですけど、はい、ということでこの辺がレーシングフラット で、はい、でテンポアップの、うん、テンポアップのカーボンプレート、はい、そうなんですよ。カテゴリー通りに並べた感じで、もっといろんなものを選びたい感じはあるんですけど、はいはい、ワークアウトの種類によって、はい、少し分けてます。なるほど、はい、ここシエロロードはレーシングフラットです。ロケットとは違って、なんでこれ選んだかというと、これねプレートがですね入っていないんですよね、うん、ピュアなペバックス1枚のソールで作られていまして、いやまあとにかくペバックス系のソールをね、あのプロフライなんですけど、この素材の良さを味わう一番気持ちいいです。素材の旨味を感じる。もう一つ言えるのは、はい、薄底が好きだという方も、はいはい、こちらはですねその薄底で優しい感じです、うんうん、なるほど。接地感覚も味わえるし、はい、現代のいわゆるスーパーシューズのようなバウンド、うん、ペバックスのバウンドも味わえるので、いやいいですね。あのスパイクとか履いてる感触がすごい近くて、すっごい動くんですよ。いやこういうの本当短いショートで履くといいですよね。そう気持ちがいい感じです。なるほどなるほど。そうですね、僕の場合レースはこれでは速く走れないかなって感触が、うんうん、もう本当レースっていうのはフルマラソンとかってことですね。フルマラソンもちょっとです、うんうん、5キロとかでもやっぱりロケットの方履きたいなって感触です。あの蹴り出しがやっぱり応援感がもうロケットが多いんですけど、はいはいはい、トラック1周とかね400インターバルとか、はい、まあ1000ぐらいのインターバルだったらもうバンバンこれでいきたい感じですね。すごい気持ちいい。とにかくあの自分のモチベーションとかこう伝えたいことが全部伝わっていくのがこれ。はい、そしてこれはいいの分かったんだけど、じゃあどうやって履き分けたらいいかっていう人が、うん、まあ、次に選ぶのはもうやっぱこの2つでしょ。そうですか、はい、なんか全然ね特性が違いますね。ハイペリオンとベロシティ3。そうですね、これどちらも、はい、あのノンプレートシューズになりますので、はいはいはい、プレートが入っていないんですけど、もうデイリートレーナーのお隣にいる感じです。そうですね、そうですね、デイリートレーナーを軽くして、はいはいはい、まあ、傾斜もある程度あるし、まあ、クッションもじゃあこれ初めて見た人はもうクッションありそうだなと思う人もいると思うんですよね、うん、確かに十分クッションがあるスタイルになってるんですけど、うんうん、でベロシティの方はですね、うん、前回プロベロシティウィンドウって言ってた時には実は4ミリほど薄くてですね、はいはいはい、いやいやこっち寄りだったんですよ。なるほど。でも今回は厚くなりまして、うん、テンポアップシューズのふさわしいシューズです、まあ、要はデイリートレーナーで、はい、まあ何でもできるんですけど、うんうん、じゃあ初めてスピードを練習してみようかとか、うんうん、レースに出ようかって時は軽量っていうですね、アドバンテージは非常に、はい、まあ、足を持ち上げるのが楽になりますから、ね、軽いのはいいですよね、うん、はい、そして、うん、地面に少しこうグラウンドに近づくので、あの地面との接地感覚もある感じ、はい、テンポアップシューズと呼ばれるんですけども、うん、本当典型的なピュアレーシングフラットなので、この2つを、で特にハイペリオンはハイペリオンテンポがなくなってハイペリオンみたいになったと思っていていただいていいと思います。前モデルのテンポをモデルチェンジというか、まあこうなんつうかこうリカテゴライズしたような感じのものになってですね、はい、まああの素材を少しアップデートしたりしたんですけど、まああのテンポの良さが残ったまんまなんですけど、ですね、これもうテンポ入ってからこの、 あのハイペリオン履くと、はい、
もうバウンドだいぶ違います。あ、そうですか。テンポいいなと思ってた、うん、テンポ好き。いや、2人じゃないですか、はい、全然違いました。あ、本当ですか。あれと、あ、やっぱり、技術の進化って素晴らしいです。ね、本当ですね。でも本当はもう本当ピュアな接地感がある。でも速く走るロジックはこの2つにはないです、うん、接地感覚があって、うんうんうん、自分がやろうとしたこともこちらのように、うん、伝えてくれるんですけど、うん、クッションがある感じなんです、この2つは、ね、なるほどですね、若干、はい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 、で速く走るロジックはこちらになります。なるほど、ボストンと、はい、カーボン、そう、カーボンファイバープレートが入っているのと、こちら、はい、グラスファイバーロッツが入っています。はいはいはい、で、速く走るロジックというのは何かというと、こうソールのバウンド、はい、要はこっちとこっちをブレンドさせてプレートを入れたみたいな感じなんですけど、ね、簡単に言うと、うん、こちらはライトストライクプロという、はい、こちらのトップ品番と、そうですね、うん、ハーフハーフになってるんですけど、素材がね、はいはい、なぜこの2つを選んだかっていうとですね、はいはいはい、うん、簡単に言うと、うん、この2ついつも履きたい感じのシューズ。なるほど、もう最後は転生的なところですね、はい、もうあの他にもいいのあったんですよ、まあ、テンポアップのことで言えるんですけど、もちろんそうですね、この2つ選んでるものなんですよ、どうしても2つに選んだ感じなんですよ、はい、私にですね、まあ、あえて非番と言いましょう、非番。非番？要はあの普段履かなきゃいけないシューズいっぱいあって、ああそういうことか。要はその何もない時、フリーな時、今日は何履いてもいいよと。そう、の時はもうこの2つ結構選びます、うん、こちらにも言えるんですよ。そういう時にもうプーマのニトロはですね、うん、必ずこう頭に浮かんでくるので、うん、ついつい履きたくなるんですけど、うんうん、ロードでもトラックでも使い勝手がいいです。でフォーク状のプレートなので、はい、あの他のニトロって書いてあるんですけど、ニトロフォームは同じなんですけど、はい、プレートがですね、あのファスタールとかエリートとはちょっとプレートの形状が違ってですね、はい、もう少し扱いやすくなってます。なるほど。でフォーク状なんでここも少しこう動くようになってて、あ、そうですね、うん、非常にこうあの、まあ、みんあの誰でも使えるみんなの厚底っていうコンセプトのシューズなんですけど、そうですね、これもねやっぱりテンポアップマラソンペースとか履きやすい、あとあまりペースを考えないファルトレックみたいな時も使いたくないかもしれないですね、はい、確かに確かに。ボストンはですね、もう最強っすね、はい、これもう重さもあのこれでフル走ってもらいたいですけど、あ、まあ、まあもうハーフハーフなんで、うんうん、まあ要は反発性は少しプロよりは落ちるかなと思いますけど、グラスファイバーロッツが適度にしなるし、うんうん、ライトストライク EVA が、ね、2.0 がですね、まあ、非常に安定感を出すので、うんうん、結構重量はあるけど逆にこうねオートマチックに進んでってくれる感じがそうなんですよね。ね、まだまだ語れるんですけど、はい、もう5足あるんで、あ、そっか、はい、ぜひね、はい、そちら側も伝わりました、伝わりました、ね、はい、はい、続いての5足をご紹介していきます。心苦しい、はい、ということで、はい、続いての5足になります。改めて2023年、はい、藤原さんが選ぶランニングシューズベスト10ということで、うん、後半の5足いきますね。最初にあの全部ご紹介しますが、うん、6足目こちらですね、サクニのトライアンフ21です、うん、はいはい、そして、7足目こちらです、アシックスの、はい、ゲルニンバス25、うん、はい、そして、7足目こちらニューバランスのフレッシュフォーム X1080 の V13、はい、そして9足目ですね、9足目はオンのクラウドスイフト3、うん、はい、そして、最後10足目がこちらです、ミズノのウェーブリベリオンプロですね、書き初め、ね、いや、ね、この色も特徴的ですけどね、うん、はい、いや、もう本当難しい。でも、うん、まあ、あのまずねニンバスはあのもう今年始まってすぐの発売だったんですけど、ね、まあ、もうものすごい変わりました、ドラスティックに。いきなり暫定1位みたいな感じで入ってきたけど、もう残り切った感じですね、うん、これはもう素晴らしい、素晴らしいですね。まあ、オンで言えばモンスターかもしれないぐらい、アシックスのねこうちょっとこう今までの流れを変えましたよね、はい、それでカヤナにつながっていったじゃないですか。そうですね、もうニンバスはもう外せないです。もう結構持てる方多いかもしれませんけどね。そうですね、はい、まあ、ピュアゲルになったのもニンバスですし、うんうん、F ブラッドプラスエコーという素材を使ったのもこのニンバスが最初なんですけど、はいはい、ニットタンがフィット感いいですし、です、ね、クッションももう本当にこうもうバウンドが気持ちいい感じで、うんうん、ロングランでもデイリーマイルでもすごく履きやすい商品ですよね、はい、これはもう結構見ても分かるんですけど入ってますよね、はい、うん、でお正月つながりでもいいですか。いいですよ、はい、1月2日にですね紹介されたのがこちらなんですね、リベリオン、まあ、箱根駅伝当日にコマーシャルを打つという形で、はいはい、ね、まあ、1日じゃないのかいってぐらいねツッコミ言いたかったですけど、ね、ニューイヤーでも、はい、ニューイヤーでも履いてるん、確かに、書き初めは2月発売だっていうところ で、ね、ね、ちょっとこうまああれがありましたけど、うんうんうん、まあ、こちらのちょっと最近ですね10足こうあの履き分けてみたんですけど、スーパーシューズ、はい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 、その中でまあリベリオンプロ、はい、スムースピードアシストがついてて、はいはいはい、
得意な形じゃないですか。ここ50ミリありますから。すごいっすよね。もうあのワールドアスレチックスの人が見てたら怒られちゃうんですけど、こことここで測ってるんで、50ミリあっても OK ってこうなんつうか意表ついた作りですね。そうですね。になってるんですよね。はいはい。だからまあ履いた瞬間その頃はうわすごいアキレス腱が疲れるとかいろいろこうコメントしてたんですけど、うん、10足ねバーッと履いてこれ2位だったんですよ。2位。1位はあのロケットとアディオスだったんですけど、なんで2位を紹介するかというと、久々に履いたら何も違和感感じなかった。なるほど。まあ、それだけほらいろいろ履いてるじゃないですか。そうですね。俺と思って履き足と思って、はい、やっぱりそのままデータ出てました。お、なるほど。はい。この出た時はトッピーなスタイルだったんですけどね。あの非常にセールスも良かった。意外とあれなんですよね。長い距離全然持つんですよね。そうですね。まあ、なんか意外っていうのもあれですけど、形状的になんか疲れそうって見えちゃう。そうですね。うん、ここでこう足がガッてロックするので、ふくらはぎをね伸長させないっていう形状ですからね。はい、うん、ここでロックする。ここでね。そう。ここで付着するんですよね。はい、うん、ね、変な話。ここが擦れるというよりもここが擦れていく感じですね。そうですよね。と、うん、いうことで1月、はい、もうこの2つ、はいはい、ここからもう印象に残りまくってます。そしてですね、はい、こっちじゃんかね、うん、トライアンフもやっぱり20は大絶賛して2022年はこれがベストだったんですけど、ほうほうほう、21もベストです。うん、この乗り心地を超えるものは今のところあんまりないです。なるほど。めちゃくちゃ履きやすいです。う、うん、こういう風にやってる感じもありますけどね、はい、パワーランプラスはですね、うん、まあまああのペバーではなくて TPU ベースなんですけど、うんうんうん、まあ、非常にこうプラットフォームが広いので、うん、こんなクチュ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 いう柔らかい素材なんですよね。こう潰せばもうプレスすごいするんですけど、うんうん、でもね安定感がプラットフォームに保てるので、はい、素晴らしいデイリートレーなんですよね。何でも使えるって言ってましたもんね。そうなんですよ。もうこれもうアップデートできないぐらい。まあ今回あのジャカードアッパーになりまして、前回は少し広めだったんですけど、今回はあの編み込んでますので、最初ちょっとキュッとしてるんですけど、広い方は伸ばして、狭い方も割とこれシュポーンと入りますね。今オンサルでおすすめしてもあの狭めの方もピッて入ってくるのでいいです。なるほど。もう今後のアップデートはですね、まあちょっと知ってるんですけど、まあ言えませんが、もうすごい難しいですよね。これだってもう完成品ですもん。いやー、出来上がってるね。なるほど。そしてですね、ここが面白いんじゃないかな、はい、この2つ。どっちからいきますか、スイフトから。オンのスイフトと、はい、この、 あの1080は、はい、こっちもう極端に柔らかい。柔らかいっすよね。こっち極端にしっかりしてます。安定感がある、うん、やっぱりね、オンからしたらね、はい、スイフトいいよって思ってるかもしれないですよ。定番中の定番、そうですよね、はい、3になって、はい、もうオンだったらもうスイフトから入ってもらいたいなと思うんですよ。なるほど。モンスターも履いた、うん、エクリプスも最近出てますし、ね、サーファーもね、はい、クラウドフェーズになったと思うんですけど、はいはいはい、まあまあクラウドテックを味わいましょうよ。なるほど。このオーソドックスなクラウドテックの、ね、あのまあオンらしい、あの5ミリのロッカースタイルなんですよね、はいはい、これはね、はい、やっぱりめちゃくちゃ履きやすいんですけど、今回このニット系のアッパーが僕は素晴らしいと思います。うん、足入れはですね、ちょっと高の高い人はブーティーになってるんで、うん、入りにくいかもしれないけど、まあ、もうグッて広げれば入りますので、うんうんうん、でここ、ね、アッパー全体はあのニットで柔らかいんですよ、はい、でこのサドル部分ですね、ちょっとしっかりとした鋼材が入ってまして、はいはいはい、フィット感がめちゃめちゃいい。もうこれすごい最高です。なるほど。でクラウドテックの履きやすさがあって、はいはいはい、で絶妙に柔らかすぎない。うーん、こっち超柔らかい、うんうんうん、だからもうこれとこれ履いて走るとなんかものすごい良さが、もう自分の中で頭で理解できない良さが2つある。こっちすごい柔らかくて良くて、こっちあーってしっかりしてるけど、クラウドテックってパイーンっていくじゃないですか。うん、そうですね。この良さが一番あるのはスイフトかな。やっぱりモンスター、ストラトスはハニカム2層なので、うん、そうですね、まあ、ちょっとクッションの感じが違うけど、一番本らしさを味わうのは実はスイフト、はい、サーファーもね、もうあのクラウドフェーズになったので、はい、まあもうこれいいですね。しかも3はほんとフィット感がいい。なるほど。めちゃめちゃ履きやすいです。そして1080、あ、1080ももう究極、こっちと比べて究極に柔らかく作ったんですけどね。対極にっていう感じですね。もうほんと対極です、はい、めちゃめちゃ柔らかいですよ、はい、もうトライアンフの比ではない、うん、でちょっとまあそのなんつうんですか、初めての人におすすめするっていうシューズはないかなと思うぐらい、なるほど、なるほど、なんですけど、難しいこうシューズアドバイザーとかその自分がコンサルやってる人間としてはこう難しいことも言いたいところなんですが、うんうん、単純に履きやすい、うん、気持ちいい、気持ちいい、履いた瞬間気持ちいいですよね。そう、もう疲れてたりとか、ね、やる気が起きない時とかも、この中でもどれよりも店員連れ出してくれる感じ、連れ出してくれます、ね、もう普段履きでも履きたい。そうですね、履いてます、僕履いてますよね。普段履きで結構履いちゃいます。そういう、まあ、もうそういうコンセプトですね、うんうん、色合いも抑えて、そうですね、だからもう本当、あの単純にこうソフトなフィーリングで、はい、4ミリドロップに今回なってまして、うんうん、前回まで8ミリとか6ミリとかその辺こうあのぐるぐるしてたんですけど、あの剛性も少し高めて、うんうん、もうデイリートレーナーらしいデイリートレーナーの良さはあるので、うん、
結構走ってちょっと微妙ですけど、普段履きとか履いてて、うん、あのまた走る時も使っちゃうみたいな人も最高そうですね。最高、はい、もうこれはもうちょっと力感がこの辺でちょっと熱くなっちゃいました。いやーそうですね、うん、まあ全部本当いいシューズなんでどれも間違いない。そうなんです。だから結構マックスクッション系の、はいはい、まあこちらがまあベースで、これはソフトで、はい、っていう感じですかね。ということでした。難しい、はいね、いくらでもこれ語れちゃうんですけど、ということで今回ね藤原さんが選んでいただいた2023年のランニングシューズ、はい、ベスト10と10自分に合うのはどれかなということで、うん、参考にしていただければと思います。はい、ということでね、ちなみにですねこの後この中から、うん、藤原さんが選ぶ、うん、ベスト1ちょっと聞いていきたいと思います、うんうんうん、それは、ラントリップのプレミアム会員さん向けにちょっと発信していきたいと思いますので、その方だけの話にしといてほしいです。そうですね、うん、はい、言っちゃダメですよ。気になる方はね、はい、ラントリッププレミアム、概要欄に貼ってますので詳細見ていただいて映っていただければと思います。はいはい、ということで藤原さん今回はありがとうございました、はい、10足ね、はい、ご紹介いただいて、はい、ありがとうございます、はい、この動画面白いと思っていただけた方でチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします、はい、コメントもお待ちしてますのでどうぞお寄せください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。